はい、チーディスカシャ。はい、ということでね、はい、今日は、僕一人です。ということはドッキリを仕掛けます。今日はどんなドッキリかというと、題して1分ごとに人格を変えたら彼女はどんな反応するのかドッキリ。これはですね、僕は普段からね、もういろんなね、もう人格をね、憑依させるのがね、得意でいつもやってるんで、それをね、ちーちゃんにやったらどうなるのかという検証をしてみたいと思います。で、1分ごとにアラームをかけて、アラームが鳴ったら次の人格に、もう交代していくっていう感じ で人格ね、10個用意しました。はい、まあ、1個目最初は俺、まず D ちゃんで、2個目がエロジジイで、3つ目がサンシャイン池崎で、4つ目がカメで、5個目がド S で、6個目がガメツイオバハン、大阪とかのね。で、6個目が、ヤンキーで、7個目がド M で、8個目が IQ3、 もうめっちゃアホみたいなで、9個目が、束縛彼氏、超束縛彼氏で、10個目がムッツリな、ムッツリスケでね。とりあえずどんどん1分間でごとにキャラをどんどん変えていって、ちーちゃんがどんな反応するか見ていきたいと思います。で、ちーちゃんには偽企画でなんか適当になんか普段のなんか2人の日常を見せるみたいな感じで言っときます。はい、なんでどんな反応するか見ていきましょう。ではレッツゴーチーリーズ。はい、ということでもうちょっとでちーちゃんがお買い物から帰ってくるみたいです。待ちましょう。はい、で最初は D ちゃんからいきます。帰り。2回目はもういい。シュー
ういいよ、もういいから、もういいから座って。ボーン、ボーンじゃない。ボーン、自分でも笑って戻るやんけ。自分でも笑ってるし、ボーン、すまん、飛んできた。ボーン、チーカスキー。しかもなんか微妙に叫べないやつ、自分でくんなったり、叫びたいのか叫びたくないのか分かる。なんか300年も生きてるんじゃ。そうね、うん、そろそろコーラを干さないといかんの。コーラあるよ、はい、コーラを干さない、はい、もんちゃんがいるよ。あ、そういえば年上の男性は好きか。あ、いや、うん、わしはもう300歳、カメで300歳やから。カメタイプやないかな、お前さんのな。いや、カメと人間やめよ。いや、その関係ないじゃん。浦島太郎に聞いて。こんな、わしこんな大きいコーラ持ってるぞ。ほら、もう他の普通の店がメジャーな、ほら、もうモテモテじゃん。あ、すごいね、じいさんな。じいさんすごい。じいさんやべえ、これ。もう300歳見たと。あー、それすごい。さすが。じい、カメの私とちょっと、言うてませんか。あー、まあまあ、すいません。その子怖い。何それ。もんちゃん、助けてあげる。おい。300年のじいよ。一生それでいい。みーちゃん、みーちゃん、お前俺以外のこと付き合えんから。俺からも離れるから。分かったか。分かった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 。中小心か。中小心か。怖い。え、怖い。頭打った。痛いな。痛い。一回取れる。うん、中小心してね。しやん。リーチェットなら引き続きいける。今の人はダメ。ほんと？もうリーチェット。リーチェットじゃない。何リーチェット？なんか変な人。変な人。うん、うん、な、何？夜ご飯作りたい。こっち見んなよ。怖いって。もうなんなん。あー、やだ。うちのね、孫これ大好き。このお人形、もう一つもらっていくっしょ。今ね、ええもんじゃないしね。ちょっと待って。なになに、あらやだ、こんなところにこのオスのみかんが。え、リーチェのおばあちゃんの隠してるの。リーチェのおばあちゃんそんな感じ。ここいっぱいあるから一個ぐらい言えばいいね。いいね。ほら、ええもんじゃないしょ。これじゃない、これもほら、いただくわね。うん、ほら、孫のタイちゃんすごい喜ぶ。リーチェ孫った。リーチェ孫だった。孫、返事の孫だ。返事の孫だ。そうだ、私のタイちゃんだ。あなた、お見合いでもしたと。あー、そうだ。すっごいハンサムなのよ。あー、いや、あんたみたいな、なんか冴えないね、冴えない女でも、ちょっと、ダイちゃんと付き合えばちょっとパーってなるんじゃない。大丈夫、付き合ってる。はい、おばあちゃん。え、はい、何？あ、いい、いい、もうお風呂入ってくる。ちょっと、もういいわ、そんな茶番にしつけ。日常撮ってんねん。あ、日常ね。そういうことね。ちょっとさっき言わんと。あ、うん、撮ってんねん。じゃ乗らないといけない。あー、やりすぎてえわ。あー、お前喧嘩してえ。ね、兄ちゃん日常でしょ。喧嘩して日常を伝えたいんだよね。兄ちゃんそんなことしないから。ファンの子にね。あ、俺の女になる。俺の女になる。俺はバイクあるから後ろ持って。うん、で、あ、俺警察撮影ダチやねん。ここら、ここらを警察署。あ、あの、なんか、吉田さん。あれ、ま、あ、あ、全然俺が目の前で、って言おう。なんもや。俺、ビビっとんねん。あったあった。みーちゃん、ダサい、ダサい。日常を伝えたい。あ、これ、日常じゃない、また。日常じゃない。確認してるよね、今。確認してたよ、なんか。うん、ちょっといじめてほしい。いじめてほしい。今、なんか、警察とマブとか言ってなかった。もう、その、怖いから、もういじめてほしい。
もういじめられるのが嬉しい。わかった、じゃあもうそっとしちゃって。もうそうなんじゃない。ちょっと叩いて、もう叩いて叩いて。おきまいって。おお、嬉しいな。ペシ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 。あ、もっと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 。ペシ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 。お願いします。ちょっと教えていただいてください。いくよ。はい。やばないから、ボンかなんか。いくよ。お願いします。せーの、バーン。あー、これが生きがいですわ。このために来てるんですわ。ちょっとやだ、もういいから、ちょっとマジでやるのに使わんというか、まだ、何？まだいじめてよ。まだいじめてって、怖い。お願いします。怖い。怖い。見てほしいですよ。
池崎さんをやりたかったボフ、はいはい、分かったボフ、はい、サンシャイン池崎さんになりたかったらもうちょっとボフスキャーだからそのビニュアルセールやめていただけました。私の方がでかいやんね何がしたいのさっきからTikTok に愛されたとこ、TikTok に愛されたとこ、その名もサンシャイン、イエーイ。全然うるさくもないけど、断りもせんし、耳も痛くないし。よろしく。幸せなラケットだった。